まあ、なるべくこう分散をさせるっていうことですね。で、どっちかっていうと理性ばっかり見て真面目ましてよりも時折ね砕けてバカになる、こういうのをねバカになるというこれ専門用語で情動発散、情動発散するバカになるってことですね。これを、ね、情動発散と言います、ね。まあ、簡単に言うとバカになるってことですね。だからね、あんまりね真面目すぎると困るんです。バカになったらアホになったりする、ね、そういう時間をどれだけ、ね、いっぱい趣味として、ね、生きがいとして持ってるかっていう人は精神が安定します。でも意外とそういうものを全く持たないで真面目ましてみたいな人は実は、ね、意に穴開けたりパニック起こりやすいですよってことですね。かといって毎日バカじゃ困りますあの人はただバカだっていう、その人は周りにストレスをかけてる可能性があるんですよ。時より真面目になれって話ですよね。だから、あ、よかったとか言う人いますから私大丈夫だみたいな、そういう人に限ってやばい人多いんですよ。だから、ね、いいですか、その辺気をつけて ね、人を見て法を解かないとマジで言わないと思う、やったー私じゃんみたいな人意外と他の人に迷惑かけてませんかって話ですよね。その辺も気をつけましょう、ね。それと動物の発想はすごい大事なんだけど、本能としてこの3つを満たしておかないといけないというのがあるんですね。それね、生まれつき備わっているのが本能です。例えば食べるっていうことは食欲、生まれつき備わってるでしょ。誰か教えました、食べなきゃ食べよとか、ね、小さい時に口持っていってもぐもぐするのって言わなくても、子供の口に物を入れてもぐもぐします。この本能だ、で消化始めます、本能だ。異性に対して思春期ぐらいになると異性に対して男性女性に対してドキドキしたり、ね、異性を意識するような、これも本能だからちゃんとタイマーとして身についてる、ね、だから本能だからね、無理やり抑え込んだらダメですよ。でそんな性だからあなた決まりそんな変なこと考えないでっていうお母さんの方が怖いですよ。よくね高校生ぐらいのね、あの子供さんを抱えたお母さんが来るんですよ。江藤先生、うちの子供が変なんです。何が変なんですか。ベッドの下から変なもんが出てきた。ベッドの下から変なもんが届くから聖書かなんかですかって言った違いますよ、こんな人の裸の写真が出てきたんです。お母さん、お母さん普通夜な夜な聖書を持って見てたら夜中連れてきてくださいそっちの方が個人的に興味がある聖書か、男の子で男の写真見てたらって言う生徒一生懸命苦しんでるかもしれないから、ね、連れてきてくれてください。普通じゃん。だからそういう意味では性欲食欲というのは本能、それとねもう一つ三つ目、三大本能っていうのは最大限のこれが強烈な本能には三大本能、食欲性欲、三つ目なんでしょう。ちょっと話しちゃって言ってきます。睡眠ではないよく睡眠って言われる人は、睡眠は実は脳幹です、ホルモンの影響ですね。生命を維持するためには脳幹だけ起こして他の、ね、省エネ状態に持っていかないと、これが眠りなんです。だから脳幹は動いてますから心臓は止まらないですね。でも夢やったり意識は飛んでますから、この辺休んでます、かなりこれ省エネモードに持って人間の脳を安定させている証拠なんですね。所属欲求、あ、でもね、近い、すごい近いです。所属っていう、もうちょっと所属っていうのはなんかこう役割とか所属してる、もうちょっとこう可能な。はい。我欲、あの我をなんかこう認めてほしい。ああ、そうですね。我欲、うん、それも、うん、近いくはあります。我欲はもう少し理性的に近くかもしれないですね。自分を認められた承認とか。我はここにいるんだ、ちょっとアピール、それはもうちょっとこう理性的な上の新しい脳に近づいてくるかもしれません、ね、もっと本能なんで。ヒントはね、食欲と性欲を満たすためにはこの3つ目があると都合がいい気がします。はい、物欲、物欲そうね、物欲ね。ただ僕もね、そうかな、物欲かなとか金銭欲かなと思ったんですけど、動物王なんで、もし動物が物欲持ってたらええやんしバレた茶碗で餌だからさ、バレた茶碗で餌出しますかみたいな、しっぽ焼きで入れてくださいね、出世欲がある犬とかね、もうそろそろ玄関から家の中に出てきたらどうなんですか、ね、
生徒が今度子供ができたんで二世帯住宅の人形を生徒とはね、アッコ君にお金払ってるんですから番犬料理取り込んでいかれてね、強く認めてください、大欲、自己検知欲、これはもっと理性ですよね。